ただいまより筑紫会ピアノ発表会を開催いたします。はじめの言葉、安田千鶴さんです。これから2012年度のピアノの発表会を始めます。今日は私たちの演奏を聞きに来てくださってありがとうございます。私は人形の夢と目覚めを演奏します。3年生の中では一番最後に弾くので頑張ります。今日の発表会のために一生懸命練習してきました。素敵な演奏をたくさんの人に聴いていただけるよう頑張りますので、最後までごゆっくりお楽しみください。平成24年4月21日、安田千鶴。第1部、山田亜美さん、綿雲ふわり、インディアンの太鼓、メリーさんの羊変奏曲。山田真央さん、なでしこ。
き。第2部に入ります。山田亜美さん、山田真央さん、ピアノ連弾、思い出のアルバム。私たちのピアノ発表会を最後までご覧いただきありがとうございました。私は6歳の時から平木先生にピアノを教えていただいています。先生のレッスンはピアノだけではなくて音楽のいろいろなことや外国のことなど私の知らないことを教えてくださるのでとても楽しいです。毎年発表会の演奏曲を決めるときはワクワクします。今年の発表会ではエチュードアレグロと連弾で汽車を走るを弾きました。エチュードアレグロでは速いリズムを正確に弾くのは難しかったです。エチュードアレグロ汽車を走るようでは松島美ちゃんと一緒に弾けて嬉しかったです。これからも練習を頑張って来年の発表会では今より難しい曲をきれいに弾きたいと思います。どうぞ来年のピアノ発表会にも来てください。平成24年4月21日、小林凛。